さゆです。今回は海外のスライムを大量に紹介していきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11個、いろんな種類があるんですけど、こっち側から紹介していきたいと思います。ではまずこちら、変色スライム、変色するスライムです。はい、こんな感じです。硬い、結構。おお、最初は硬いけど、ちょっと伸ばすとすっごい伸びる。バイク。うわ、なんだっけ、これナポリタンだ。サイトにこんな感じで載ってるので、これをやってみたいと思います。では入れます。長いな、このウインナー。すごい色変わった。黄色い、すごい。お湯の温度を上げてきます。ツイストしました。すぐ変わり、湯気出てる。おお、おい、あー全部黄色。あ、あっち。うわー、柔らかくなった。さっき硬かったのに。グレープフルーツ、氷水につけます。すぐオレンジになった。マンゴー、うわー、水から出すとさらにマンゴー、すごい。あー、色変わる。すごい、黄色になった。こうやってやって、やってやって、うわー、面白い。これ綺麗。いやー、片方はオレンジ、片方は黄色にします。そして合体して、うわー綺麗、イエーイ。はい、次こちらです。宇宙みたいなやつ。これ本当はこういう感じでサイトに載ってるんですけど、混ざっちゃったみたいです。まあいいけどね、綺麗。いずれ混ざるんだし。他のスライムと比べてこんなにいっぱい入ってるのでお得です。手でギュッて握れるサイズ。はい、出しました。こんな感じでちぎれやすいんですけど、宇宙みたいにキラキラも入ってるし、青がもうなんか瑠璃色っていうのかな、綺麗すぎて。画面で見るとちょっと黒目に見えると思うんですけど、本当に青くて綺麗です。光を当てると青くなります。なんかこう肉眼で見ると、あ、こういう感じ、こういう感じ。もう今もうキラキラ輝いてるんですけど、なんかわかるかな、すっごいキラキラ。今ライト当ててます、携帯の。本当にもう肉眼で見ないと分かんないぐらい綺麗です。もう本当に色が綺麗だから、ちょっと肉眼で見てほしい。分かんないんだよな、なんか本当に青くて綺麗で。次はこちらです。こちらの黄色とピンクと水色のタプタプスライムです。モンスターズインクのマイクっぽいキャラクターがすっごい可愛くて、入れ物がすごい気に入ってます。で、これは6色展開なんですが、今回はこの3つ送っていただきました。で、これちょっと水色が少ないんですが、ちょっと漏れちゃってたので、もしかしたらそういうこともあるかもしれないです。では開けてみます。口が狭い。おっほ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 っ、出てこない。アメーバみたいな感じだ。へへへへ、おー、ちぎれた。黄色、水色、紫です。水色だけ完全に透明じゃない感じがします。
すごい綺麗な色です。私は一番この紫が気に入ってます。パチャパチャ水みたいなんだけど手にくっつかない感じですごい気持ちいいです。こういうクリアジェルみたいなスライムは頑張れば作れるんですけど、アメーバみたいなスライムってスライムにアメーバを入れない限り作れないから、どうやって作るんだろうなって思います。で、今気づいたんですけど、これ蓋してもこうやって重ねられます。こうある程度傾けても落ちない。あー、かわいい。次はこちらの卵型スライムです。中にハートが入ってんのとか、あとビーズが入ってんのとか、すっごいかわいいので開けてみます。綺麗。あー、開けた瞬間のテッカテカ。あ、イエイ、すごい。あ、柔らかい。わー、すごい伸びる。しかもなんか緑と薄いピンクと黄緑のハートが入ってて、すっごい可愛いです。あとこのビーズとかも、すごい。自分で作ると濁っちゃうけど、買うのだとなんかすっごい透明。やっほー。これは無料配送もしてくれるし、340円なので、試しに海外のスライムを買ってみたいっていう方はすごいいいと思います。はい、次は似たような感じなんですが、多分海外のキャラクターのスライムなんですが、カラバシククルビットスライムです。ひょうたんみたいな形でなんか顔が浮き上がってます。で、パーティーっていう感じの色で、すごい可愛いです。では開けてみます。あー、すごい。ここ膜が張ってる。お、潰れない。おわーよいしょ。おー、カラバシククルビットちゃん、いきます。あー、気持ちいい。これもさっきみたいな感じで柔らかいし、柔らかすぎもない感じで、これも透明感がほんと半端なくて、やばい。なんか今甘い香りした。で、こちらもさっきと同じで送料無料で340円です。こんな感じの音もします。必ずククルビットがピンクで卵が緑ってわけじゃなくて、中に入ってるパーツとかもランダムで届くそうです。サイトに載ってるのは透明でした。で、こっちのサイトに載ってるのは濃いピンクでした。すごい綺麗。続いてクリアスライム2点です。あ、トロトロ。ちょっと手につきそうなのでこれで混ぜてみます。マドラー。放射が抜けちゃったのかな。うわー、透明。すっごい透明感があります。あー、パーツも可愛い。飴みたい。水飴みたいな。うん、これは胞子を入れれば自分で手につかないぐらいに加減ができると思います。開けます。あ、こっちは大丈夫そう。あー、すっごい柔らかい。気持ちいい。出してみます。わお、柔らかい。すごい。この中で一番伸びる。で、柔らかい。しかも綺麗です。銀ギラ銀。よし、いくよ。
はこれ上から見るとすっごい綺麗。本当に柔らかくてもうなんかやばやばやばって感じです。次はこちらドラム缶スライムです。アメーバみたいで、色が本当に綺麗です。緑、黄色、金色、赤みたいな感じですごい綺麗です。開けてみます。これ混ぜたら黒になったやつ、あ、銀かな。本当にもう気持ちいいのに、すっごいこんなに大量に入ってるからもっと気持ちいいです。柔らかめのアメーバ、すぐボロボロになっちゃう。でもすっごいタプタプしてて気持ちいいです。転がすと机にどんどんついちゃいます。本日ラストミックスカラースライムです。これビヨンビヨンビヨンプラってやるとすごい綺麗になるやつです。開けます。じゃん。はあ、これ全部色混ざると黒になっちゃうのかな。おおおおおおお、あー来たー。うわなんかシュワーっていう感じとかもすっごい気持ちいいです。わー、おお、はい、黒になっちゃったら嫌なので今日はこの辺で終わらせておきます。気持ちいいけどいいや。おおすごい、アニメのワープするときにこうヤヤヤヤってなるときのやつみたいな。うわー、これこんな感じです。ピザじゃん、インスタ映えピザ。はい、こんな感じで今回はたくさんスライムを紹介させていただきました。今回紹介したスライムの詳しい情報が知りたい方は下の説明欄からポチッと商品ページを見てみてください。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。